4月6日土曜日、稲部町にある三井住友金属鉱山新道三重事業所で恒例の桜祭りが開催されました。今年で5回目を迎えたこの桜祭りは、地域の人に樹齢およそ30年の桜並木を堪能してもらおうと、三井住友金属鉱山新道株式会社と住鉱潤滑剤株式会社が共催で事業所を開放して毎年行っています。会場では桜餅や三色団子、そして飲み物などが振る舞われたほか、誰でも気軽に参加できるゲームコーナーも設けられ、多くの子どもたちが楽しんでいました。また地域にお住まいの希望者を対象に工場見学も行われました。三井住友金属鉱山新道では、自動車や家電製品に使用されるコネクターやスマートフォン、デジタルカメラなど電子部品の材料となる銅や銅合金に圧力をかけて薄く伸ばした振動品を製造しています。参加した皆さんは、担当者から製造工程など詳しい説明を聞きながら有意義な時間を過ごしていました。事業所関係者は、稲部市にこの事業所ができて今年で33年、今後も年に一度になりますが、地域の人へ感謝の気持ちを込めて社員でできる精一杯のおもてなしをしていきたいですと話していました。また訪れた家族連れは、長く続く桜並木は見応えがあるし、お菓子やジュースをいただけるだけでなく、工場見学など貴重な体験ができるので、毎年この日を楽しみにしていますと笑顔で話し、お花見を楽しんでいました。